ばいっすよねとか言って、俺タメ語使っちゃってますもんねみたいな、完全に同じだと思ったから、これもうほんと俺悪気とか全く何もないっすよっつってさ、その前に俺治験行く時チュンシーと一緒だったんですよ、チュンシー行くだったよって言ったら、いやマジでとか言ってさ、あのチュンシー君も別にあれでしたよね、もうおーみたいな感じで、なんかションベン行く時治験のあれあるじゃないですか、カシノキのところで、そこで2人だったんですよみたいなで、どうせお前なんか出せ、あのなんか出せ犯罪でパクられたんだろうみたいな感じの調子でいて、でしょんべんしてるから、あの後ろにあるじゃないですか、俺あのドア側だったんですよね、でチュンシンくんあの一番奥側だったんですよみたいな、で足組んでたんですよって言って、で別にあの足組んだままでも全然普通に行けるんですけど、でお前どうせ出せんだろみたいな感じで、ああみたいな、何やってんだお前みたいな、こんな小僧みたいな感じでジャージ着てたんですよね、 T シャツでみたいな、でこの小僧はお前なんだもんね野郎みたいな感じで、別に何も言わないんだけど、そういう気配出してこう立って、ただしょんべんしてやなみたいな感じでああお前何やってんだみたいな感じでこう通ったんですよ、そしたらこうもう足こうわざわざこう足をこう組んでたのを戻して、すいませんみたいな感じで、とお悪いなみたいな感じで、しょんべんして戻って、あのなんお前何やったんだみたいな感じの調子でいたんですよみたいな、そしたら共犯のうだけの声が戻ってきて、でそのチューチュークの隣に座ったから、あそしたらでもう一人ぐらい戻ってきたんですね、全然知らないやつが、ケガケガとかって呼ばれて、えみたいな、とか言って、何言ってんだみたいな感じで、新宿のチュンシー知ってるっしょ、新宿のチュンシー、チュンシー君聞いたことあるみたいな感じで、チュンシー君ケーキ紹介するよって言われて、チュンシー君みたいな、今会ったばっかだお前みたいな感じだったのにえみたいな感じになっちゃって、あ、どうもみたいな、そのみたいな感じで、やっぱ俺もう思いっきり態度Lだったんだけどみたいな感じで、喧嘩したら絶対勝てるよでもみたいな感じでみたいな、でそのこと説明したんですよ、いや勝てますねっつってさ、ここだけの話っつってさ、3組2人やめましたね今回でっつってさもう締めたも一緒っすよみたいなボブズもだね、あれチャイドラね、もう閉めましたね、参考へみたいな、閉めたら言っていいっすよっつってさ、あったら言いますからっつってさ、チュンシー君も江口君も言あったら言いますよ、俺ためか年下かと思ったっつってさ、言いますからっつってさ、したら、いや敬語やばいよとか言ってさ、やばいよな、やっぱお前やばいよ、お前がやっぱ一番だよって言われて、当たり前っすよねみたいな余裕ですねみたいな感じで言ってたね、実はだから別に本人たちに聞かれても全然問題ないから、俺本当の話なの、全然ビビってねえから俺は、えジェイさん、本当にその二人が結構どんだけやばいかっていうのはみんなは分かってないよね。